こんにちは。川辺真由美と山陰柴犬サニーのリビングでたわいもないお話です。よろしくお願いします。はい、今日は何かと言いますと、スマホを買い替えました。これが今まで使っていたスマホ、iPhone 8 Plus です。8っていうのかな。はい、でこれが今日からで iPhone12 何でしたっけ、プロなんかちょっと正確な名前は分かりません。でちょっとちっちゃくなった感じでなんですが、大きさ的には少し8と12では横幅も縦も小さいんです。で私なんかはもう年寄りなので、できるだけ画面は大きい方が、あららサニーさんいいわけですね。でけれどもこれがいいなと思うのは、画面そのものはほぼ一緒なんです。で、まあ、いわゆるこういうホームボタンっていうんですか、こういうボタンがなかったり、周辺のヘリ的なものがなかったりします。ということで、であと後ろ姿が全然違いますね。でこちらは8の場合はこう R というんでしょうか、丸くなってますが、12になると意外とカクカクカクとしています。でこれ周り金もあったんですが、私は金がいいかなと思ったんですが、うちの8がなんかシルバーの方が控えめで、なんかあんたちょっとうるさいんで控えめにしてた方がいいんじゃないみたいな感じで銀にしました。はい、でこの8プラスの時はこれゴールドなんですが、ちょっとピンクっぽいですね。まだ使い方がよく分かっていませんが、なんでこれを買い替えたかったかなと言いますと、今なんで撮ってるかと言いますと、これは、Mac のフォトブースで撮っています。でも今までほとんどこの iPhone で撮っていましたんで、この iPhone がなんかこうカメラの機能がなんか増えたみたいで、使いこなせるかどうかは分かりませんが、YouTube で動画撮影用には、最新式の方がいいのかなというのもありまして買いました。はい、ということで明日からはこれで、撮ってみたいと思います。このフォトブースで撮るとなんかこう画面があんま綺麗じゃない感じしますよね。まあもともと映ってるものが綺麗じゃないからいいんですが、はい、ということで、今日は新しい iPhone の、が我が家にやってきましたということでございます。あれサニーちゃんがいない。サニーよサニーさん、あ、なんかもらえるかもよ。おいでサニーちゃん、おいで、はい、ここ来て。サニー、おー、来ました。はい、サニーちゃん、よしよし、はい、サニー、いや、あ、そうだ、じゃあサニーちゃんにこのこれね、サニーなんです、いつも。で、こっちのデータをこっちに入れ替えたから、またこ、あら、なんですね。はい、じゃあこれでピッてやるみたいですね。はい、じゃあサニーちゃんを初めてこのカメラで、あ、